こんにちは、ゆうひこです。今回は群馬県の片品村、片品川支流での釣りの様子をご紹介したいと思います。この日は午前中に健康診断があったので、その後午後から休暇を取って片品村で釣りをしてみました。平日ではあったのですが、午後からということでもう出遅れている感じで、入径できそうなところにはほぼ車が止まっていました。朝一からの釣りであれば場所を変えるという選択もあったのかもしれないのですが、午後からということで時間もあまりなくてですね、片品村方面の渓流はあまり詳しくもないので、そのまま先行者の後追いで釣りをしてみることにしました。それでは片品村の片品川支流での釣りの様子をご覧ください。イワナですね。リリースします。できた。あんまりでかくないですけどね。
ちゃいいですけどね。見てた。リリースします。リリースします。
あー、違う今、U ターンしてったな。あ、やば、おー、食わなかったな。今の釣りたいですね。なんかあんまりでかくはないと思うんですけど、火を釣っちゃいましたね。